ございます。海賊は静岡です。今日は私どもが、力を入れて開発している、ドローンに、このサイズですね、小さい、これはミニとは言いません、小型ドローンで最強の性能を誇る世界初のドローンを開発しようということから、GPS ですね、センサー、ジャイロ6軸、それから、カメラが、今アンテナ取ってます。アンテナを取って飛ばしても100メートルぐらいは電波は来ます。モニターがこちらに3つ、この3台分のモニターがここにあります。それでこれにアンテナを作れば、多分多分ではなくて2キロは電波でこう送信していきます。それから、常に、開発を続けていますが、とうとう完成しました。YouTube とか Facebook でご案内したように、こう80センチのところぶつからないと、こうぶつからないんですね。そういうことで、今日はちょっとそれのお披露目をしたいと思います。これが開発した完成した XB428CG、G というのはGPS ということで、GPS はどういう機能があるかというと、もちろんそのプログラムで飛行するんですけど、位置情報をきちんと確保しますので、ホバリングをしたらここで止まってます。これを人間の手で引っ張っても離すと元へ戻ってきます。それと遠くに行った時に自動機関ボタン、ゴーホームと言いますから、カムバックホームですね、ホームボタンを押すと、その発射した場所に戻ってきます。だいたい1メーター以内に戻ってきますね。で、これはそれのプロコンって、いわゆるプロポと言います。これを一度電源を入れてみましょう。ここでは飛ばされられないので、ちょっと室内ですから、羽は外してます。まずこれは、これ GPS のオン、解除、GPS を解除するとどうなるかというと、自分の、飛行パイロットの技術によって、自由に飛ばすことができるんですけど、スピードドローンというのは一刻も、コンマ何秒での速さで世界一になろうとするわけですから、そうするとセンサーとかいろんなものがついてたりすると、流体力が来られて、なんか突起物が出たりとかなると、それは速度が落ちるということになるので、それを極力外していくというふうになりますが、これは実はその80キロぐらい出ますので、これを解除して、そのスピードドローンとしての、練習トレーニングもできると思います。で、 GPS をオンにすると、テイクオフ、それからプログラムで安全に地図情報のもとで飛んでいっていますね。で、ゴーホームも完全にできると、そういうことで、今ここは室内ですのでね、GPS、受信できませんからオフにするんです。それでこっち側は、スタート、ボタンをこっちに入れておきます。で、これが下ろすとゴーホーム、はい、で、こちらが、こっち右の方がスロットルになって、モード1というプロポになっています。モード2はこっちがスロットになります。で、私は両頭使いという、ちょっと珍しいかなと、どっちかと思いますね。これ変わるだけで、反対に変わるだけで全部操作が変わりますので、非常に難しいと思いますけど、当初からですね、私は両方のドローンを使ってますので、見た時はパロットというフランス製の。パロットと、それから DJI のインスパイア1を使って初めて、飛行させてましたから、両方とも慣れてる。パロットというのは左のモードとってインスパイアの1なんですね。ところが今度はファントム4は
そうですね、どういうことか、まあ、日本人はこう左のモード2が多いんですけどね。ということで、ちょっと電源入れてこれちょっと体験させてみましょうかね。まずこっちが前です。でこれを電源まずこっちを入れます。そしてこっちの電源をドローン本体の電源を入れます。そしたらここでもう、はい、あ、うまくできました。はい、これはうまいこと言ってますよ。これ前です。前が真ん中ですね。あまりピッチは変わりませんね。いい感じでね。はい。こんな感じですね。こんな感じで飛ぶんですよね。はい、いい。これは面白い。ではでは。XB01 の基本機能の開発で中で壊れにくいを開発いたしました。その実験映像をご覧ください。ぶつかっても、まずバランスが崩れにくい、そしてプロペラが欠けてもバランス崩すことなく飛行を続けます。また、モジュールが飛んでしまいましたが、流して取り付けて再度飛行テストできました。脅威の練習用ドローンです。安心して、フライトの練習をしてください。
震階だ、うんうん、地震だ地震だ地震じゃねえか。地震階とは向下降一点。GPS modem。好，OK。Go home.往后去啊，赶快去啊，赶快往后去。